こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ MC の寺田由紀です。そして、特別講師の戸賀です。よろしくお願いします。戸賀さん、よろしくお願いします。あの動画で1日密着とかやったりね。ああ、やられたねまあ、あの時に、うん、まあ、スーツを着られてたのが、うん、やっぱりスーツかっこいいなって思ってたんですけど、今日もジャケットですね。一応ね、はい、スーツジャケットって結構毎日着てんだけどね。 PT にニットみたいなイメージがすごくまあそう言われるとそれも多いけど気合の入ってる回はジャケットを着てるって言ってくれましたねそれ大丈夫ですか？いろんなバロメーターになっちゃいますけど、あの振り返らないように。そうですね、振り返らないように、はい。まあ、そんな気合の入ってる回というのも、うん、まあ、ちょっと納得ができるような、実は今日ご紹介するブランド、うん、今まで一度も BR でご紹介したことがなかったんです。で、まあ、その BR で初めてご紹介したのが戸賀推しですよ。取材されてましたね、うん、笑顔の写真もいっぱいあったんだけど、はい、遠く見てる写真ばっかり採用されてるんだけどね。いや、あの本当にこれもうどこ見てるんですか？だって何かついてました？選んだのは BR の森ちゃんだからいやでもかっこいいですよ。いやいやいや。ということでご紹介するブランドは、うん、じゃあちょっと戸賀さんの口から発表してもらいましょうかね、はい、僕のこれアイキなんですけど、うん、フランクミュラーです。フランクミュラー、はい、もう皆さんご存知ですよね。そうですね、はい、でいやこれもすごくかっこいいですよ。眉間にシワ寄ってるのあんま好きじゃないじゃあ今日はちょっとね気分を変えて、はい、笑顔でフランクミュラーをねいろいろご紹介していただきたいなと思っております。そうですね、はい。まあ、僕が36、7ぐらいの時に初めてのフランクと出会って、はい、まあ、フランクって言えばこのトノーカーベックス、トノーって言われる形で、うん、トノーっていうのはこの形状ですか？で、ビザン数字って言われてるんだけど、まあ、20年代のアンティークで使われた数字を、うん、まあ、ここに持ってきて、私も拙い知識ですけどフランクミュラーといえばこの文字盤。そうそうそう、僕もそこに行こうと思っていたんだけど、はい、まあ、時計もさ出会いじゃん。やっぱり何度か話してるけどさ、はい、まあ、買いたい欲しかったトノーがあったんだけど、なんかこううまく合わなくて買ったのがこの一番右側にあるロングアイランドっていうシリーズで、ロングアイランド、さっきよりもちょっと角張った感じがしますね。縦長のね、うんうん、これが腕にこうピタッと綺麗にはまるんだけど、確かに、まあ、今思えばちょっとだいぶ背伸びしすぎたんだけど、イエローゴールドのケースにグレーのアリゲーターストラップ、はい、それをね36、7の時に結構頑張って、ちなみにいくら、いやー覚えてないけど2点ぐらい、おー2点ぐらい、もしかしたら俺が買った一番高額な時計だったかも。当時ってことですよね、うん、1点後半の時計も持ってなかったと思うから。じゃあもういきなり飛躍して倍以上になっちゃったんですね、うん、まあちょっと俺も当時調子に乗ってたからね、まだまだただのサラリーマン、まあ編集長だったけど、うん、頑張って持たなきゃいけないと思って、頑張って買った時計がフランクロングアイランドだったんだね、うん、なんか、まあ、私まだまだ時計に詳しくないんですけど、それでもやっぱり知ってるんですよ。でもだからこそそういえば深いことは知らなかったなと思って。ブランド的にもどのくらいですか、フランクミュラーって。92年に立ち上がってグーッと上がってきたブランドなんだけど、当時編集長で紙面をねほとんど毎号ぐらい出てて、でその当時っていうのはね、担当以外は触っちゃいけませんぐらいな、あのもうブランドになり上がってた。え、じゃあもう10年も経たないうちにそこまで。あ、もう全然上り詰めたってことですか。そうそう、そんなブランドって、まあ、洋服でもなかなかないと思うんだよね。フランクの特集をどの雑誌もやってるぐらいで、フランクミュラーさんもそこにインタビューを受けて。じゃあ実際お会いしたことも。いや、もちろんもちろん、毎年だからスイスで展示会があって、まあ、ジュネーブとかバーゼル、はい、でフランクは、まあ、あの WPHH っていうのをやってるんだ、うん、独自でやってるんだけど、うん、そこに行くと運よくね、はい、まあ、フランクさんに会うと、うん、もう必ずこう肩組んで一緒に写真撮ってくれて、うん、本当にすごく、まあ、時計業界のスーパースターにして、うん、
めっちゃ気さくな人で、確か11個ぐらい上なんだけど、うん、ジュネーブ時計学校、はい、3年時計技師として学ぶ。彼はその単位を1年で確か取ったんだよね。奇才っては奇才だけど、うん、まあ、何回かこういう回で話してるけど、はい、コンプリケーション、まあ、複雑時計とか、まあ、例えば代表的なトゥールリオンとか、そう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 、もうそういう技術もフランクは作っていて、はい、で、まあ、その当時の富裕層でも、まあ、トゥールビオンはいらないかなっていう人も実はいっぱいいたわけだけど、興味を持たせてくれたブランド、そういう人たちに対して、それまでの王道時計に少しこう飽きてきた人たちが、あ、新しい風が欲しかったんですね。そう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 。で、それが見事にこう合致して、まあ、本当にあの天才であって、そのいわゆる時間軸、時間枠にとらわれないっていうところで、いろんな時計を作ったんだけど、その代表作がクレイジーアワーズ、いわゆる12時、1時、2時、3時を針がね壊してる機能があるわけ。僕はね、クレイジーアワーズは絶対に買わなきゃいけないと思ってるし、時計好きの一人として。そうなんですね。時計ってこう、その人を表す一番大事なアイテムだと思うわけだから、まあ、見れば何時かはもちろん時計だから分かるんだけど、正直あんま時間とか合わせず、だって戸賀さん合わせないままそのままつけてたりするんですよね。だからその日のコーディネートに合う時計をつけて自分を格上げしてくれるっていうことが今の僕の時計に対する考え方なんだけど、そういう戸賀を作ってくれたベースにあるのはもしかしたらフランクかもしれないんだよね。そっか、なんか感じてるものが一緒だったのかもしれない。そうかもね。はい、ということで、はい、今日はですね、ここに出ているもの以外にもたくさんご用意してくださっていて、うん、なのでちょっとそれを見ながら詳しいお話聞いていきたいと思います、うん、はい、ということで、すごいね、並びました、圧巻ですね、うん、じゃあちょっとご説明してもらいたいんですけど、まず戸賀さんがご自身で持たれているものが何という、これがフランク・ミュラー・ヴァンガード、はい、第3世代だね、フランクの。正確にはこれを買ってストラップを変えたっていう感じ、はい、うん、白に変えたんですね、うん、ヴァンガード自体はだからフランクの第3世代として14年に発表して、まあ、今7年目ってことか、うん、これってどういう感じの時計なんですか。そう、ね、やっぱりフランクの DNA、 そのトノーカーベックス、それを使いつつストラップがケースに溶け込んでるっていうか、弓状になってるケースとストラップが綺麗に一体になってるんだよね、はいはい、これって革のストラップで珍しいですよね。そうそう、革で、まあ、ラバーも使ってるんだけど、なかなか他にはないよね。本物のクロコダイル、横にねスリットが入ってるのも以前のトノーカーベックスにはなかったディテールの一つ。なるほど、なんかより一体感が出てますね、このベルトとケースので、ケース系はこれ44ミリあってちょっと大きめ、今のトレンドのね、うんうん、でももう一つ小ぶりな41ミリ、まあ、3ミリ小さいサイズのヴァンガードもあって、これはあのよりこうジャケットとかにも合わせやすいサイズが今出てる、うん、44ミリだとやっぱりちょっと男性の時計でも大きいサイズですよね。そうだね、うん、だけど、まあ、思うと14年に発表されてるんだけど、14年にすでにいわゆるラグジュアリースポーツをこう予想してたかのようなデザインだよね。あとはこうモノトーンとかさ、はい、色味はシンプルだけど、例えば黒であっても、まあ、このヴァンガードのケースだと、はい、差し時計としてこう使いやすい。確かに目を引くというか、そう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 、やっぱり特徴的だなって思いますよね。今の服に相性のいい時計としてはやっぱ代表格だと思うんだよね。そんなフランク・ミュラーがさらに時代がこう動いたといいますか、うん、そういう中で出した新作があるんですよね。あ、そう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 、うん、それが、このヨッティングっていうモデルでね。うわー、なんか確かによりスポーティーになってますね。で、ヨーロッパ、まあ、アメリカも一部そうだけど、はい、成功した人っていうのはもう絶対にヨットに乗るんですよね。そうそうそう、ヨーロッパの人にとってのヨットっていうのはもう成功の証なわけ。だからその空気感を腕時計にいっぱい入れたわけだよね。ストラップはブルーにして、うん、アラビックを数字をこれもネイビーに、コンパスを思わせるようなダイヤルになっていて、ね、あれか、船の上でこうやってコンパスをかざすイメージですかね。でさらにはやっぱり、
海の時計ってなるとね、うん、このリューズね、これをガードするのを何気にこのヴァンガードだけはつけてるんだよね。リューズって飛び出てるからこそバンって当たってしまうと一気に衝撃がかかっちゃうんだよね。そうダイバーズウォッチには絶対についていなければいけないパーツをこのヴァンガードにもこのヨッティングだけはつけてるわけだ。そしてこれともう一つ新作があるんですよね。うん、あのね、ヴァンガードマリナーって言って、マリナー、あの、ね、昔フランクで使っていたブルーを使った、まあ、どうもなんかデニムのブルーをね復活させたって言ったらいいのかな、あのヴァンガードがあって、それがヴァンガードマリナー、白ダイヤルとマリナーのブルーのダイヤルを採用したモデルが2型新作として発表される。だからまあ差し時計としていいって話は散々したけど、うん、差し色としてヴァンガードを使いたいという人にはマリナーがいいかなと思います、うん、時代を先取りするブランド力、開発力を信じれば間違いないんだろうってお話を聞いてて思ったんですけど、うん、これ見て余計に本当に今のさらにスポーティーになってる流れを組んでるって、そうだよね、思いました。まあ、フランク自体どの時計を持ってもどのディテールを見てもなんかこう遊んでるのが僕はもう大好きで、うん、すごいなと思うんだけど、まあ、第三世代それまでの DNA を生かしながらも今のニューリッチ層のなんていうかマストアイテムになってるっていうのが、まあ、ヴァンガードの一番大きな魅力かな、うん、それがだからラグスポなスタイルにピタッとはまるよっていうことがこの回で一番言いたかったこと。そうですよね、はい、戸賀さんやっぱりスポーティーなものにも合わせられてて、うん、戸賀推しでも見つけましたよ。週末大体こんな感じだよね。服が緩くなっていく中で、うん、やっぱり今時計こそなんかこう自分を強く主張するアイテムとしてもう一回再認識する必要があると思うんだよね。肩やジャケットに合わせてもピタッとはまるんですもんね、うん、なんか両方使えるっていうのがやっぱり気分なんでしょうね。そうだね。じゃあここまでお話ししてきたんですけど、はい、実はちょっと先ほども戸賀さんもおっしゃってました、時計は時間を見るものだけじゃないと、まあ、そういう哲学が詰まった時計が、まあ、クレイジーアワーズだと。今日はちょっと実際動かしてみてもらえるということで、戸賀さんが一番これを欲しいと思う理由は何ですか？いや、なんといってもこのダイヤルというかこの 機構だよね。今ちょっとゆきちゃんに見せるけど、お願いします。11時になるよ、はい、この単身見ててね、はい、おお、単身の動きが面白いでしょ。え、これって時計の技術的にはどうなんですか？駆動力とかあとはパーツの消耗とかさ、あ、そういうのをちゃんとクリアしないとこういう技術って作れない。だって1日で12回じゃ24回飛ぶんですもんね。そう、こういうことを考えつくことがすごいよね。いや本当ですよ。だって時計作ろうって思ったらこうやって想像しちゃいますもん。そう、だからそれにとらわれたくないっていうのと、こういうことを思いついた、うん、やっぱフランクさんに一時計好きとしてね、うん、敬意を払って、うん、まあ、1本は持っとかなきゃいかんだろう、クレイジーアワーズっていう。まあ、僕はだから今2本目を持ってるんで、はい、まあ、3本目はクレイジーアワーズに着地しなきゃいけないなと思ってる。ちょっとぜひクレイジーアワーズ買う際は PR でもご紹介をお願いします。そうですね、はい、戸賀さん、はい、やっぱりちょっと時計はつけてみたいというか、そうだね、相談もしたかったりすると思うんですけど、どこに行けば？フランクメアウォッチランド東京、これはまあ銀座にあって、はい、もう一箇所はあの G6 の2階にブティックがあって、うん、であとは御堂筋、あ、大阪の御堂筋ウォッチランド、大阪、その3店舗で見ることができます。さすがの高級店が立ち並ぶエリアに全て店舗があるわけですね、うん、そう。でもね、みんなね、あの、だいたい時計見に行くときは気張って時計をつけに行くのよ、うんうんうん、僕はね、時計をつけに行くときは逆に思いっきり抜いて、うん、それに合うかどうかを絶対つけに行くようにしてる。ジャージとかで行くってことですか？うん、だからいつもの服かそれよりカジュアルダウンさせて、うん、時計と向き合った方が、あの、本当の答えが見つかったりするから。じゃないとね、いつも同じ色同じ時計を選びがちなんだよね、うん、そっか。じゃあちょっと銀座とかね、御堂筋の高級エリアにありますけど、はい、自分らしい格好でぜひ選びに行ってみてはいかがでしょうか、はい、てくださ はい、ということで、はい、いや、面白かったです。やっぱりこう時計界を望まれている視聴者さんの声もたくさんあって、うん、戸賀さんの時計会待ってましたとか、もっと時計の話聞きたいですって、ね、ご要望がすごくコメントに多いんですよ。なのでちょっとまた、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。
ということで皆さんも参考にしていただけたらなと思います。はい、それでは本日は以上ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。これさっき上にしてたかもしれない。いやでも斜め上なんですよ。あ本当、はい、そしておすすめ動画がここです。バッチリです。